こちらが第一センターの玄関となります。入りましょう。カフェも併設されております。こちらではベトナムコーヒーを飲むこともできます。こちらに意見箱がございまして、日々改善に取り組んでおります。こちらに実習生の申し込みの流れが書いてあります。まず書類を提出しまして、次に身長体重測定、視力検査、色彩検査、そして最後に体力検査がございます。こちらが書類部になります。面接後の書類関係のやり取りはこちらで行います。入りましょう。お疲れ様です。こちらは台湾部の寮と教室の棟です。こちらが大会場の外観となります。こちらが大会場になります。200名規模の面接が行えます。個室もございます。こちらが個室になります。大会場を控室として使用し、こちらで面接が行えます。こちらが実技室になります。こちらでは溶接の面接を行っております。他には面接前の溶接技術の確認や追加講習などを行っております。こちらが募集部の棟になります。入りましょう。こちらではカウンセリングを行っております。こちらでは身長体重測定や視力検査を行っております。こちらには弊社のビジョンや弊社の歩みが書かれております。今から教室のエリアに入ります。行きましょう。こちらが男子寮になります。そしてあちらが女子寮になります。それぞれ80名収容でき、合計160名収容できます。こちらでは面接終了後に企業様と合格者とそのご家族が記念写真を撮ります。こちらは弊社のレストランになります。こちらのお料理は日本人のお客様からも高評価をいただいております。こちらが教室の棟になります。こちらには教育目標と教育内容が書かれています。それでは入りましょう。こちらで靴を履き替えます。こちらが会議室になります。こちらでは面接前の打ち合わせなどを行います。面接室が3部屋ございます。
他には多目的室が3部屋ございます。こちらでは面接の他に説明会なども行っております。それでは2階に参りましょう。こちらには日本の法律などが掲示してあります。第一センターには8教室ございまして160名の教育が可能です。それでは教室に入りましょう。第一センターでは主に面接前の教育をしています。日本の文化や習慣、自己紹介、挨拶、簡単な日本語などを教えています。こちらには弊社実習生の入国後の様子が掲示されています。以上で第一センターの紹介を終わります。ありがとうございました。